ザ・ストライプスは2008年に結成されたアイルランド出身の4人組ロックバンドアイルランドのキャバンで2008年結成デビューは小学校のクリスマスコンサートだったその後オリジナルメンバーであるハイデンとベーツが脱退し代わりにロス・ファレリーが加わることとなる2012年4月インディーズ・イプ・ヤング・ギフテッド・アンド・ブルーズを発表 iTunes のブルースビモンで1位を獲得、その後6週間にわたり順位を維持する。その中に収録された You Can't Judge A Book はアイルランド国内のラジオ番組で人気を博す。これをきっかけにオーテルエベル館で契約争奪戦が生じる。その間、マネジメントについてはエルトン・ジョンが主催するロケットミュージックマネジメントと契約することになる。 2012年12月、バンドはマーキュリーレコードと契約を交わす。その後、イギリスの各地でライブを行い、それがニューミュージカルエクスプレスやモジョに取り上げられる。2013年2月、テレビ番組チェルシー・レートリーに出演。その中でエルトン・ジョンは、彼らは私が65年かかって集めた R&B とブルースの知識を16歳にして獲得している。 まるで新鮮な息吹のようだ。と評した。2013年3月28日、デビューシングル、ブルーカラー・ジェインを発表。iTunes のオルタナティブ部門で、最高11位を獲得。そして、2013年9月9日、クリスト・ーマスをプロデューサーに迎えて、デビューアルバムスナップショットをリリース。2018年11月14日、SNS にて、解散を発表。 ジェフ・ベック、ポール・ウェラー、ノエル・ギャラガー、デイブ・グロール、ロジャー・ダルトリー、ラスカルズのマイルズ・ケインと、そうそうたる大物ミュージシャンがファンを公言している。日本では番組で2度共演した斎藤和義とも交友がある。斎藤が斎藤和義吉野家のオリジナル丼と自分のアルバムをプレゼントしている。エルトン・ジョンの電気映画ロケットマンにメンバー4人で出演している。 ピート以外はカツラだそう。ありがとうございます。